はいどうもー、みつのまゆまんです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、のみです。カンです。はい、お願いします。ちょっとじゃあ企画を持ってまいりました、はい、まあカンタは絵をよく描いてるんですよ。で、なんかね、あの絵好きなの、調子乗ってるんですよ、やっぱりそのちょっとグッズになったり、ね、ツイッターでね、なんかそのみんながハボしたり、うまいんじゃないかみたいな。え、うまいでしょ。お前が下手なのみんな笑ってるだけだからね。笑わせてんじゃないの、あれ。笑われてんの。え、マジめっちゃきついじゃん。え、待って待って、ちょっと多分描いてもいいですか。じゃあ水溜りボンド描きますか。真面目にね。真面目に水溜りボンド、はい。あ、いいいい。お前むずいわ。はい、もうこんな感じですよ。え、どっちがうまい、マジで。俺だろ。ちょっとお前待って、俺画数少なすぎだろ。俺画数少なすぎだろが。いや、いいだろ、画質荒いだろ。お前は画質ここで変わってるし、お前なんか服着てんのに俺なんかもう顔だけ浮いてるし、イタリアにあるなんか嘘ついたら噛まれるやつじゃん俺。俺はだからザ普通なんだよ、この即興で書いた速さで言ったら。もう今日負けた方、これ原宿で引こう。はーい、地獄じゃん。下手。下手ではない。もうちょっと時間あげるよ、ちょっと。プラス20秒ぐらい上げた結果、これですよ。これだよ ?2 人とも40は5じゃん。影だよ。影つける理由話していいですか？影があるってことは、この絵の世界にね、太陽があるってことじゃないですか。そこまで行ってないよね、まず。太陽がない世界を描いてるよね。いや、この絵の世界に太陽があるから影、お前の世界には太陽はない。なんでじゃあ明るいんですか？そういうのじゃないから。あの、人工知能が絵を判別してくれるみたいなのあったんで、ちょっと人工知能に判断してもらおうかな。ガチ対決な。ガチ対決です。なんかクイックドローっていうサイトで、出てきたお題のものを書けばいいんじゃない？これが人工知能が水溜りボンドって思ったらピンポンってなる。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ただ20秒以内。はい。うまいもそうだし、短くて、一般的なものを描ける方が違うね。そういうことです。いきます。はい。あごひげ？はい。いきます。わかりました。ネックレス。はい。わかりました。熊手。または草。またはピアノ。または雨。またはベルト。またはマッチ。何わかりました。おい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 、すごい。はい、正解した。なんで正解したんだ。なんだ、どういうこと。逆に人工知能に好かれてる可能性ある。特徴捉えてたら OK だ。それでお伝えします。はい。わかりました。ベンチ。またはブーメラン。またはノコギリ。または庭のホース。かわいそうじゃない。または橋。わかりました。シーソー。またはクラリネット。またはトロンボーン。または鍵。来るでしょ。または靴。来るでしょ。おい。カッコ。またはロブスター。おい。すみません。何の絵かわかりませんでした。はい、ブブー。むずすぎない？ブルドーザー難しいですね。かけてなかった？あれはクレーン車ですね。あ、普通に間違った。そのミス何？そのミス何？テンパっちゃったんだよ。オートバイ。オートバイ。バイクね。むずくない？オートバイ。わかりました。じゃがいも。または円形。または円形とじゃがいもって思われる。またはメガネ。わかりました。冷蔵庫。またはネズミ。またはクラ。またはロブスター。こんなできないの、これ。歯ブラシよ。こんなん絶対簡単じゃん。わかりました。庭のホース。またはナイフ。または潜水艦。わかりました。歯ブラシです。おーい、もういった。優しめ。優しめのやつもあるんだ。わかりました。リスミカたち。またはフォーク。わかりました。ベルト。え、俺そんな悪い？これ簡単、これ簡単。変わらんと、これ簡単だ。はい、来ました。はい、いいじゃん。何にも言ってない。わかりました。縫い目。またはスプレッドシート。ねえ、そんな。本物流しちゃうとかどういうこと？わかりました。チェロ。または鉛筆。鉛筆？またはサインペン。いいんだよ、別に。あ、いいじゃん、いいじゃん。もらったじゃん、作品。6分の2ね。押して、指で動かす。え、ずっと押してきた。え、何、何、何だと？ステレオ。ステレオってどんなんだっけ？わかりました。超高層ビル。ステレオってどんなんだっけ？わかりました。すみません。何の絵かわかりませんでした。全然違うの出すなよ。はがき、はがき。ねえ。わかりました。爪、または正方形。ライター。全然ダメじゃん。お前全然ダメじゃん。わかりました。リモコン。リモコンじゃん。または寝袋。わかりました。冷蔵庫。またはブラックベリー。
または電卓、またはカレンダー。ねえ、無理だよ。ちょっと待って、むずすぎない？むずいよ。サインペンやけ。サインペンなんて簡単でしょ。わかりました、街灯または鉛筆。わかりました、サインペンです。わかりました、足または足って、または正方形。わかりました、口紅です。今同点ですか、うん、じゃあ左ネット、またはネジ回し、または迷彩。すみません、何の絵かわかりません。何、空飛ぶ円盤。はい、これお前いけなかったら俺に文句言えません。ネジ回し、または庭のコース、またはクッキー、またはネズミ。わかりました、または動物の移動。すみません、何の絵かわかりません。おーい、俺もうパソコンだよ。いきます。はい、テレビ。あ、こんな簡単じゃん。かなりね、レベルの高い戦いになります。または正方形。さっぱりわかりません。え、え、すみません。わかりました、つま先。他のものが見えないから。わかりました、手です。あっ、おーい、4問いった。え、4問？うん、4問いってるぞ。はい、じゃあトミーお願いします。よし。または正方形、またはライフル。わかりました、ベルト。またはサインペン、またはスクールバス、または万里の長城、または飛び込み台。電車といえばクラリネット、またはフォーク、または庭のホース。おい、めっちゃ上手くない？ダメだ、庭のホースってさ。あー、最悪。セーター。最悪すぎ。お前、この絵を描く人は俺に言ってはいけないよ。お前、わかりました、消火栓。ねえ、難しすぎない？俺、または飛び込み台、またはか、または寝袋、または城。もうこれわかんねんかよ。わかりました、万里の長城。バカか。バカか。え、しかもまた動物じゃん。むずいんだって動物は。お前文句言ってからそうなんだ。わかりました、山。山じゃん。わかりました、ジグザグ。それはジグザグだ。わかりました、ヨガ。ヨガだ。または歯磨き粉、またはサインペン。お前はサインペンだと思われる。またはカエル、または絵筆。わかりました、テント、またはドラゴン、またはサイ、またはコウモリ、またはアライグマ。おい、おい、かわいいだろ。おい、ざけんなよ。俺負けんの。俺負けんの。そういうことだから。ってことで、お前今度これ持って、うん、お前がやる。いや、マジでやだ、意味わかんない。その構成じゃなかった。この動画は。俺がそういうことやる動画ではなかった。下手でいいし。うるせえ。今回は俺が勝った。やだよー。てか、あの罰ゲーム俺しかやってないじゃん。っていうか、あの罰ゲーム俺しかやったことない。はい。はい。ということで、以上、今日の水溜りボンドでした。はい。ぜひチャンネル登録してください。はい。また明日、ありがとうございました。やだー、マジでやだー。